はい、どうも、さっくんです。今回は近鉄奈良駅に来ております。今日ご紹介したい列車、というか乗車する列車は、この近鉄奈良駅の3番ホームから出てる、この京都駅特急なんですけども、この特急、相性の全く合わない特急列車でして、これ奈良から出て京都駅なんですけども、伊勢志摩ライナーなんですね。だからこの奈良京都間やのに伊勢志摩ライナーということで、こちら乗っていきたいと思います。はい、僕が入るの遅かったんですけども、こちらこの組み合わせはなかなかおかしいですね。はい、このように京都駅、さあデラックスカーはこちらから乗りますけども、そら乗ってないですよね。それでは伊勢志摩行かないライナー出発です。この時の乗車状況ですが、デラックス席は1人、僕だけになります。サロンカーツインはおそらく誰も乗っていません。レギュラー席はチケットレスを確認すると、ポツポツと奈良からも乗ってきています。奈良7時32分で京都が8時12分ということで、これも通勤特急の一つなのかなと思いました。列車は順調に近鉄奈良から地下を出て新大宮に向かっていましたが、なんと霧がひどくなってきました。そして朝ラッシュの乗客がたくさんいる新大宮を通過、だんだんと視界が悪くなって霧がひどくなってきました。この先にある平城宮跡跡付近から大和西大寺の駅のあたりまでかなりきつい濃霧になっていました。それにより信号機も全く見えない状況になっています。平城宮跡跡付近でさらにきつい霧が発生しています。対向列車のヘッドライトすらギリギリまでわからないぐらいきつい濃霧です。この付近だと左手に平城宮跡跡の門が見えてくるんですが、それすら見えない状況になっています。山の上などではよくこのような霧が発生したことあるんですが、平地などでこんなに見えなくなるのは僕も初めてでした。霧の中から出てきたのは注意信号でしたが、運転手さんは予測して減速を常にしていました。本当素晴らしいですね。確認と言われても霧の影響で全く見えていません。中継信号を見ると停止信号でした。進路表示も全くついていません。大和西大寺名物のどん詰まりにはまってしまいました。今のところ大和西大寺の全てのホームに電車が入っているため、どこにも入線できません。突然引き上げ線に1026系の4両編成 VL35 が入ってきました。霧の中から
ゆっくりゆっくり入ってきたのでとても怖かったです。信号は4、5番乗り場の方に進路が開きましたが、おそらくまだ電車が止まっています。ホーム上の信号機が警戒から注意信号になりました。ようやく電車がホームに入れる状態です。しかしこの混み具合です。ほんと慎重に行かないと事故が発生しそうなぐらい溢れ返っていました。列車は濃霧のため3分遅延して大和西大寺に到着です。到着後すぐに発車しました。なんとデラックス席にも数名乗車してきましたので自分の席に戻りました。朝ラッシュ時は大和西大寺の6番ホームを大阪難波方面駅としてよく使っています。列車は大阪京都分岐の渡り線を一気に京都方面に斜めに渡っていきます。ここから一気に右カーブして北を目指します。そういえばこの列車の愛称は伊勢島ライナーですが、全く伊勢島へ行く気配はありません。この電車は京都行き特急伊勢島ライナーです。次は高野原です。まもなく高野原に到着します。京都へ行く伊勢島ライナーはもう一本ありますが、その伊勢島ライナーも高野原に停車していました。京都までの短い時間ですが、デラックス席のフットレストで靴を脱いで快適に過ごしていました。新本園付近では単線の JR 学研都市線と並走です。しかし木津奈良方面、大阪方面にしか列車がありませんので、もともと本数が少なく、なかなかすれ違いや並走することはありませんでした。その学研都市線と連絡する新放送駅を通過です。退避している急行はお客さんはパンパンの状態で待っていました。その次に注目なのは宮津駅の横にある宮津車庫です。こちらは研修など何もする施設はなく、車両を留置するだけの設備となっています。そのため朝夕の留置車両が全て出ていくと、このように閑散としています。新田辺駅を通過です。こちらでも急行を乗車する人がたくさん待っていますが、先ほどの状態では乗れる状態ではありません。新放送ので急行があの状態では、絶対この新田辺からもっとすし詰めの状態で京都に向かうものと思われます。この新田辺車庫では点検や洗車をする設備があるのですが、今のところ朝ラッシュに全車両を投入していると思われますので、車庫に1両も止まっていませんでした。あまり退避するのを見たことがなかった向島ですが、こちらでも確定が停車しており、この確定ですら客さんがパンパンでした。この宇治川を渡るともうすぐ丹波橋です。この橋脚は下に桁がなく、下の宇治川で自衛隊が訓練を行うためにこのような橋脚がなしのトラス橋になったそうです。これを渡るとすぐ京阪宇治線と交差しました。そして京阪本線と連絡の丹波橋駅です。時刻は8時過ぎ、新放送の新田辺であれだけのお客さんが待っていたというのに、丹波橋でまだここまで待っているのかと思うと、とても恐ろしくなってきました。地下鉄と分岐の武田駅を通過すると左手に京都市営地下鉄の車庫があります。高架区間に入り、当時の五重塔を見て、当時駅を通過すると、もうすぐ
京都駅です。40分かけて京都駅に到着です。朝ラッシュで人がごった返している中を特急列車でバンバン通過していくというこの贅沢な時間はあっという間に終了です。はい、ということで京都に到着です。で、今困っている伊勢志摩ラインなんですけど、引き続き、特急券買ってますので乗ります。今、8時12分ですけども、もう京都8時30分に出ますので、12分から30分なんでもう18分しか、京都に滞在しないということになります。京都奈良間の特急往復していきます。行き先表示機には、奈良という表示。この列車としては全くふさわしくない運用でございます。伊勢志摩って書いてるのにかかわらず、ここは京都です。京都ですが、ここから、伊勢志摩へ出る特急もあるんですが、なんと行き先は奈良です。全く関係ないですね。僕が次乗るのこっちでしたね。3号車の 1A どこや、 1A が、あ、こっちか。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は奈良行き特急伊勢志摩ライナーです。それでは京都駅を18分だけ滞在して出発です。奈良から京都へ行くお客さんもたくさんいましたが、今度は京都から奈良へ行くお客さんもとてもたくさん乗っていました。どちらも観光地としてやはり巡っていく方が多いのかと思います。自動放送では奈良にしか行かないのに伊勢志摩ライナーを強調します。こちらは通勤需要がないため高野原には停車しません。京阪電車はお乗り換えです。座席はすべて指定となっています。途中もう一つの伊勢志摩行かないライナーとすれ違いました。新田辺に戻ってくると一仕事を終えた車両が数本入ってきていました。発生していた濃霧はまだ消えていませんでした。こんな平地なのに濃霧になるとはとても珍しいと思います。大和西大寺に到着です。ここから柏原線を通って賢島方面に行くと思いきや、また奈良へ帰ります。そういえばこの列車の愛称は伊勢志摩ライナーでしたが、全く関係がありません。
まもなく奈良に到着します。この列車はこの駅までです。1時間30分前にいた近鉄奈良駅に戻ってきました。なんとここから引き続き同じこの列車に乗ることになります。はい、ということでまた奈良に帰ってきました。とりあえず京都までのね、往復の、相性にふさわしくない伊勢島ライナーなんですけども、もう一つね、この車両で全く相性と関係ない運用がありまして、今度は奈良京都往復した後、なんと大阪難波に帰ります。でこっからやっとその賢島まで行く運用に入ります。この大阪難波駅に多く、特急券取ってますんで乗っていきたいと思います。なんと次乗っていくのがこちらですね、サロンカー。これを取りました。伊勢島ライナーです。途中の停車駅は山田西大寺学園前生駒鶴橋。行き先がまた難波と大阪難波混じってるやつあった。この特急でもそんなことなってるんや。子供2人と大人1人という扱いで撮るとこういう風に座ることが可能です。こちらのツインなんですけども、子供1人大人1人でこう撮れば、乗ることが可能です。いや久々に乗ったな。でも近鉄奈良から難波ってめっちゃもったいないよな。いやでもこのね、車窓から大阪平野を望むということでデラックス、レギュラー、今度はなんと、サロン席、この3種類全部。最後に乗る伊勢島行かないライナーは大阪難波へ向けて出発です。このサロンツイン席のこの車両ですが、なんと VVVF インバータが更新されております。山田西大寺3回目の到着です。ここでは京都行きの特急ビスタ EX と連絡です。はい、ということで山田西大寺、たくさんの人にガン見されながら出発です。なんでこの難波にしか行かへんのにこのサロン席に乗ってんのみたいな顔をされてます。いや、いいんです。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は大阪難波行き特急伊勢島ライナーです。次は学園前です。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。 Thank you for taking the King Tips Unlimited Express. This is the King Tips Unlimited Express 伊勢島ライナー
なんと学園前生駒から追跡を取っている客が入ってきました。この短時間でも追跡に座るお客様がいるとは思いませんでした。さすがに4人で座れるサロン席には乗ってきませんでした。更新されたインバーターの音がとても違和感です。石切駅を通過です。いよいよ先日夜景で見たあの絶景をこの伊勢志摩ライナーのサロン席から眺めることになります。この日は雲がほとんどなく、とても綺麗な景色を眺めれました。そういえばこの列車の愛称は伊勢志摩ライナーですが、やはり伊勢志摩へ行く気配は一切ありません。伊勢志摩の海をこの窓から眺めるためにこの広い窓は用意されているのですが、なんと僕はこの大阪平野の綺麗な景色を眺めるためにサロン席を一人で取りました。なんて贅沢なんでしょうか。いや、ただのバカです。氷炭山を通過です。近鉄奈良線の絶景スポットをサロン席に乗って眺めるという目的は達成し、ほとんどもうやることがなくなったので鶴橋に飛びました。朝ラッシュの時間も終わり、ほとんど詰まることなく鶴橋大阪上本町と順調に停車していき、あっという間に大阪難波に到着します。帰ってきました。今回はですね、もう伊勢志摩ライナーしか乗らない旅をご紹介しましたが、ちょっとやりすぎです今回は。まあ、普段だったら絶対やらないような特急課金ですけども、いや結構値打ちも出しましたね。最後はサロン席乗って生駒山を越えて、大阪平野を、はい、今回はね、終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いいたします。